全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、早くも先頭1番キッホーマン、6番セレスティアルかわして先頭、その後は5番ホーマンヘーマス、16番ミレニアムマシリンが好位をキープ、7番スカーレットキング好位をキープ。各馬第1コーナーをカーブしていきます。少し差が開いて12番バクアナーイルハム、少し差が開いて11番オナラクサイ、これを見るように外側14番ファストアリサ、18番レッグーザ、この辺りが中段、これを見るように内側9番モウジ、これから向こう上面に入ります。外を抑えて17番ヒートインビート、これを見るように内側8番スカイステルス、外を抑えて13番ステルマステルス。 1000m の通過タイムは1分0秒2、1馬身相手2番427、続きまして15番アイアイネクスト、これを見るように内側4番ヨシコ、そのうち3番ステーキ定食、最後方は10番ルビーシック。各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は7番スカーレットキング、後ろに5番トーマンエマス、各馬大欅の向こうを通過、6番セレスティアル後位につけました、16番ミレニアムマシリカ外から差を詰める、1番人気1番キッホーマンこの位置。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線の攻防、後続馬が差を詰めてきた。400を切って先頭スカーレットキング、その後ミレニアムマシリカ、わずかに先頭はスカーレットキング、迫るミレニアムマシリカ、ミレニアムマシリカ突っ込んでくる、残り200を切った、ミレニアムマシリカ伸び足がいい、ここで先頭が入れ替わる、ホーマンエマス先頭、ホーマンエマス先頭でゴリ、勝ったのはホーマンエマス、鞍上は岩田未来騎手、ホーマンエマスブリーダーズカップを制しました。2着ミレニアムマシリカ、3着スカーレットキング。